前科3番893番ちょいき太郎です。本日のお話は久しぶりに刑務所のね時の話、まあ刑務所って言ったってね今につながる話なんだけど、ある人を介してね何年かぶりに20代の時だから、もう30年以上前に初犯の時ねに会った人間と再会と、あんまり自分も覚えてないですよ。一瞬交差工場かなんかの時に会ってるぐらいで、そう喋ったわけじゃないんですけど、 あんまり喋れなかったんですね。まあその話はね長くなるとあれなんだけど、その時にあー久しぶりや、あの時のあれだよねっていう風に会ったんです。もう年は私と変わらないんだけど、その時に印象があったのを私思い出して、そういやさあの時話でさ AV 男優って AV 監督になって AV 男優からAV 監督になるって言ってたよねっていう話を私が思い出して、どのタイミングで言おうかなって。まあ当然私が懲役太郎ってことも分かってて、でまあ信頼できるところだったんで、いやっつって会って話して、で今何やってんのって言ったら、まあ建設関係のことで仕事をしてると。で奥さんも子供もいて幸せにしている。でその AV 男優になるってまんざらでもないのになんは、まあ今でもまあ別に普通で見るとまあ見てくれは悪くないわけですよ。体格も良くて背も高くて、まあいいな、チラッと見、チラッとっていうか今風の入れ墨をしているんで分かりますけど、当時はしてなかったんですね。でまあ、ああこうあの時こうだよね、ああだよねみたいな話をしている中で、私が思い出したのは AV 男優になるって言ってたよねどうなのっつって話した。いやーって言って、ちょっと慣れなかったっすねって言って、なんでっつって、なんか要はまあそれはモテるし、その女性が好きだっていうことで、その趣味と実益を兼ねて、あの出所したら AV 男優になってから AV 界のとこになるんだって言ってたから、その後もあのパクられてないのつって言ったら、いやもうあれから心を入れ替えて真面目にやってるんだ。あそうなんだつっていう話をしてて、でなろうとはしたらしいですわ。でも簡単に AV 男優になんか AV の世界に入りたいっていうことで人づてに行ったら、そのなんていうの、そんな現場に入れるのまずシル男優からみたいな、シル男優のオーディションを受けるみたいな話になって、よし修行しみたいな、こっから面白いんだよな、修行しなきゃいけないからって言って頑張ろうと思って、風俗店にお金を握りしめて、風俗店120分フルコースでとにかく舐め続けるっていうこと、自分はサービスはいいと、とにかく舐め続けるっていうことをもう毎日のようにね1週間ぐらいしたらしいです。よしもう俺はこれならもうどんな撮影現場でも耐えれるとものすごい自信満々で行ったんだけど、まあそんな思いとね実際の現場では違うくて、このタイミングで行ってくれとかっていうことが全然できなくて、首ものすごい早すぎて使い物にならなくて出れなかった。でも1作品ぐらい出てるそうです。もうそれをこのなんていうの、もう自分の誇りにして毎日を生きて、いやもう作品も出ちゃったし、もう恥ずかしいし、もうできないなって、そっから心を入れ替えて、ね、まあ奥さんとも幸せそうにやって、子供さんともちゃんとあれしてるんだけど、なんて言うんですか、そう奥さん知ってんの、そういうこと、いや知らないと言えるわけがないじゃないですか、うん、で子供にも分かるわけないよね。でも今は AV とかそのビデオの仕方が変わっちゃったじゃないですか。でやっぱり未だに研究はしている研究はしていると、そのなんていうの、スマホでこの見るじゃないですか、外国のやつとか、その手で入れやいいのに、なんか手で入れると履歴が残って嫌なのか、口でタイトルをなんとかかんとかっつって入れてスマホに向かって言って開いてるところに子供後ろから子供が見てたと、ああやっぱりそうなっちゃうんだなっていうような話をしてて、やっぱりこういろんな意味で構成は難しい。いやその人別にエロ系で行ったわけじゃないですよ、エロ系で刑務所に入ってるわけじゃないんで、別にそういうことじゃないんだけど、そのね、もう周りからは変態って言われて、 でも嬉しそうに、いやなんでこれを私が言ってるかって言ったら、そこのノリで、いやこれ動画にするからさって言ったら、えそうなんですかって、普通はやめてくれって言われると思ってるんだよ、これ俺動画にするよって言ったら、いやそんなんちょっと恥ずかしいからって言うかなと、もう目を輝かして、いやぜひお願いします、だから言わなきゃ、これ案件だよね、案件動画だけど、別にまあこれどんななんかちょっとこう自分もいいのかなと思いながら話してんだけど、まあ見バレはすることはないし、うん、そんなことはないし、まあ一回やってみましたとね、こういう給油を温める、 なんていうのかな、皆さんもありますよね、同窓会みたいなのがあってさ、じゃあうちのなんか水道屋さんだ、水道壊れてるから今度直してよとか、ちょっと屋根が水漏れするから直してよっていうような
なことと一緒だと思うんですけど、車屋さんだったら、いやちょっと今度車検が、あ、うちでやるよっていうようなことで、ちょっと昔の変な話があるんだけど、お、俺話しちゃうよみたいな、違うか、ちょっと違うか、ちょっと違うと思いますけど、たまにはこんな話もいいのかなというふうな話です。以上です。ご視聴ありがとうございました。皆様にご報告があります。11月6日懲役太郎完全監修のヤクザ漫画極道パラダイスの単行本第1巻が発売します。皆様ぜひ書店にてお買い求めください。よろしくお願いいたします。